江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーでございますが、今日はですね、ちょっと渓谷の国内の話題ばかりなんですよ。なんで BGM はこちらでテンション高めにさらっといきたいと思います。はい、まず1本目なんですけども、気になるユン・ソクル大統領はなぜ叱るのかということでですね、ちょっとこの記事読んでちょっとバイアスかかってるからやめようかなと思ったんですけど、まあさらっと見ていきましょう。今すぐ大統領がジャンプしても豪雨の状況は大きく変えられない。これはウクライナにいた時の話ですね。で、ウクライナね、ポーランドからウクライナに入ったんですね。その時にもうウクライナの訪問の取り消しを検討しなかったのかという取材陣の質問に後に出たこの発言がこれなんですね。で、まあこれももう終わったことだからしょうがないし、まあ、ウクライナ行くまたは、豪雨の渓谷に戻る、まあこれは本当にね究極の選択だと思うんで、どっちがどっちとは思わないんですけど、私個人的には思わないんですけども、まあどっちをとっても言われるわなっていう話ですよね。まあその時に質問された時の、まあ、言い方がやっぱりちょっとね、これは何でもそうですけど、まあ売り言葉に買い言葉じゃそりゃ相手はムカッとしますから、今すぐ大統領がジャンプしても、ね、帰ってきても豪雨の状況は大きく変えらない、まあそうなんだけどねっていう感じですね。で、次に言ったのがこちらなんですよ。で、その災害現場ですね、そこに行ったからといって状況が変わるものではないと思うって、まあそうなんだけどさっていう感じなんですけどね。で、これユンがね、海外にいた時に、こう参謀から聞いたメッセージらしいんですけれども、海外にいながらにして、地滑りの頼りを聞いたと。ただその住宅の後ろにある山が少し崩れて民家がちょっと襲った形だったと。で、まあそういうふうに考えたんだけど、実際現場に行ってみたら、こんなに岩が山から転がってくるくらい、こんなこと私も今まで、生きて初めて見ているんですっていうふうに言ったらしいんですね。まあまあまあそうだ、まあこれをどう取るかですね。まあ人によっては、いやそれは言い訳だよなっていうふうに思われるかもしれないね。まあここら辺はねちょっと正直まあって感じなんですけども、まあこんな感じでね現場行ったりしたんですよ。で、それでですね、こう参謀陣、大臣たちに対してですね、まあいろいろこうまあ叱ってるというか怒ってるシーンがね、まあ記事でも一度ミニミニニュースでお伝えしましたけれども、まあそういったシーンがいろいろ出てきてると、ではそれを見て国民はどう思うのかというところでね。で、まあここら辺がちょっと政治色強い、ちょっと強めかもしれないけど、ご紹介していきましょうか。責任よりも叱責を先にするユン大統領の統治スタイルが最近、近年で突出したわけでもないと。露骨であるほど一貫していると。で、災害で一線の現場の警察、公務員たち、あとはこの前あれですね、大学のセンター試験、渓谷の就農試験の話もありましたけれども、そこでキラー問題、こう教科書に載ってないの難しい問題を出すのはやめようよって言った時に、それを管轄する教育部、労組、市民団体まで全て叱責の対象に過ぎなかったと。国政運営の総責任者である大統領が叱責に続く無責任で一貫すること自体が一種のメッセージだ。国民に対するメッセージになってしまうと。道の知事も長官たちもこのようなメッセージに影響を受けるのではないだろうかと。まあ萎縮しちゃうとかそういった類の話なんですかね。繰り返される惨事の前で国民の不安と怒りを育てるのは誰なのかと。で、まあここからちょっと政治色強いんですけど、少なくとも来年の総選挙前まで大統領が叱責と
叱責の、代わりに繰り返される惨事の前に責任を痛感する姿勢で国民不安を解消される場面を期待することは無理なのかなと。はい、まあこんな感じでね、まあごたごたしてますよ。はい、じゃあね、次行きたいと思います。あ、これはね、あ、警告の掲示板からのご紹介だはい、ニュースでも何でもないですねじゃあちょっとだけ、日本の X ジャパンは X の時より音楽性が良かったでしょうかっていう、あ、ちょっと私気になったニュースをピックアップしといただけなんですけど、 X ジャパンがの最初の頃は X だったんですね。でこっから X ジャパンになったんですけど、はい、あ、こういう掲示板でした、すいません。はいじゃあ次いきます。次はですね、急発進の話題ですね。タクシーがまた急発進したんですよ。でこんな感じ、ちょっと刺激強いんで気をつけてください。おお、浮いてる浮いてる、後輪浮いてる。こんな感じでね、これタクシーのドライバーの目線、一生懸命ハンドルさばいて、はい、こんな感じでございます、うん、でこのタクシードライバーが40年やってんのかな。でこの弁護士さんが言うには、うん、ハンドル一生懸命こうさばいてるんですよ、なるべく当たんないようにって。なのに、まあハンドルを一生懸命さばいてるから、まさかアクセルを踏んでるわけないよね、やっぱり急発進が疑われるんじゃないかと。でも警告でこの車がね、急発進というふうに認められた事例は一度もないと。それはおかしいと、さすがに、さすがにおかしいと。だからもう法律自体をね、変えていかないとダメなんじゃないかと、いうようなね、ことを言ってましたね。ブレーキは踏んでるよね、これね、踏んでるもんね。まあ、この時点ではちょっとわかんないですけど。はい、そういうことを言ってました。じゃあ次行きたいと思います。こちら。次はですね、これ。こうね、がっつり。持ってかれてるんですね。はい、2020年に洪水を経験した後、日本はダムを建てて、渓谷はおいしゅててだということですわかんねえ、ちょっとね、これはね、堰を解体したっていう意味なんですね。2020年夏の巨大梅雨前線の影響で、渓谷と日本が同時に大きな洪水被害を見たと。これは何だろう、熊本のことかな。ところが以後、日本はダム建設を推進し、渓谷は遠くの、渓谷は堰を解体することを決めたと。極限豪雨が頻繁になった中、日韓で、対策は正反対だったということでございます。はい、じゃあ何がどう違うのかっていうのはちょっとね、これは結構見たんで見ていきましょう。はい、日本政府は梅雨が終わると気象庁に、気象防災官という役職を設け、災害対策組織を新たに構成し、鹿児島県ダム建設のために住民懇談会と専門家諮問を実施した。その結果、たった4ヶ月で、カーベガーダムの推進が国土交通省に公式要請されたということで。うん。まあ、そういった話です。で、2020年の梅雨は、渓谷にも大きな被害を与えた。ところが、ムンジェイン政府は洪水翌年の2021年1月の、金剛長山の堰解体及び、堰の常時開放を決定したということでございます。ということでね、こっからフルボッコが始まるんですけれども、ちょっと見ますか。
ここなんですけど、ムン政府は2018年9月国家主導ダム建設中断を宣言し、ダム新築と増築にもブレーキをかけた。一方、日本は全国15カ所でダムを新たに建設したり、既存のダムを極限洪水に備えて再整備する事業を行った。現在渓谷で建設中のダムは3カ所が全てだ。ということでね、昨年台風ヒンナムの時に浸水したポハンに建てる、ダムなのだと、特にこのポハンのダムは2017年から地方自治体がダムを建設してほしいと建議したが、先送りされ、人命被害が発生してから進行されたと。で、環境部長官はこの日、本紙に、朝鮮日報に、堰解体に浪費した時間を支流整備事業に費やしたなら、今年の洪水被害を減らすのに役立っただろうとし、雨が止み次第、整備を始めますよというふうに言ってるんですね。はい、じゃあね、次行きたいと思います。次、住宅価格の下落でですね、渓谷の家計純資産がですね、ダン君以来初の減少でございます。はい、ということでね、ダン君以来つっても統計始めたのが2008年なんですけれども、2008年から、家計の純資産がずーっと渓谷さんプラスできたんですって。で、昨年だ、昨年ですね、史上初めて減少したんですよ。それの原因が、住宅価格の下落だそうです。いやね、住宅価格高い高いって言った連中にとってみりゃね、喜ばしいことじゃないですか。おめでとう。はい、というね、話でございました。じゃあね、続きいきたいと思います。次はね、こちらでございます。ウルさんに続いて最終で正体不明の黄色い小包が配送されるということで、怖いな怖いな。ちょっと見ていきましょう。最終警察庁などによると、20日午後8時50分頃、最終市に住む A さんが不審な小包を受けたと警察に通報した。ウルさんの障害者福祉施設に配送された小包と同じく台湾初である似た黄色い袋に包まれていたことが調査で分かったと。おー、なんだろうなんだろう。 A さんは11日午前8時50分頃、居住地1階の郵便受けでこの小包を発見したが、開けてみると注文したことがない化粧品が入っていてゴミ箱に捨てた。その後、報道を通じてウルさんの障害者福祉施設に毒劇物と疑われる小包が届いたことを知った A さんは、ゴミ箱からこの小包を取り出して警察に通報した。ただ、この毒劇物と疑われるって書いてありますけど、これまだ何もあれなんですよ。調査が進んでないので、まあ疑われるだけで、実際問題は何だかまだわからない。なんでしょうかねこれ。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。怖いな。